浜松市中区にあるお店ベージュ。2016年11月にオープンした美と健康をテーマにしたダイニングです。はあ、女性が好きそうなおしゃれな空間ですね。ベージュは88歳まで頑張るぞっていうのと、あとはみんなで88歳まで頑張ろうっていう気持ちを込めています。定番人気は有機野菜のサラダ。契約農家さんから直接仕入れてまして、だいたい10種類以上は必ず入れるようにしています。でその季節に合った、旬な美味しい野菜を提供できるようにしています。根菜類は焼き目がついていますね。野菜によっては茹でてから焼いているものもあるんですよ。美味しそう。こちらの人気メニューは餃子なんです。餃子、パクチー水餃子は僕パクチー嫌いなんですけど、パクチーと香辛料がすごく合うなっていうのが思って、作り始めました。餃子の皮から自家製というこだわりようです。食感の中には、レンコンとか、セロリが入ってまして、シャキシャキとした食感プラス、まあ、パクチーの香りで楽しんでいただけたらなと思います。パクチー苦手なのによく考えつきましたね。パクチー一さんは？僕最近好きなんです。私も大好きなんです。さらに来月5日からランチも始まりますよ。薬膳カレーですか。ヘルシーな感じですね。カレーはディナーにも出している人気メニュー。味にもこだわり満載です。スパイスは結構入れてまして、もともとスパイスに薬膳の効果がある、例えばウコンでしたらターメリックで肝臓にいいとか、そのような形で肉とか動物性とかを取ってすごく健康にいいものにしています。八丁味噌とか練りごまを基本に使ってコクを出してますね。味噌やごまでコクを出すっていうのは驚きですね。程よくスパイシーで食欲が進むこと間違いありませんよ。こちらは発酵玄米と味噌汁の定食セット。発酵玄米は普通の玄米よりも酵素が入っているため、すごく消化が良くて、ミネラル、ビタミン、食物繊維が豊富なので、すごく美容にいいと言われています。あ、味噌汁も具沢山だ。こちらも無農薬野菜です。さあ、こちらは小麦粉を使わないグルテンフリーのサンド。米粉のパンを使って、中にはまあお肉類、動物性のものを一切入れてないです。パンに、フムスと言われるひよこ豆のペーストが入ってまして、そちらにスパイスとか入れて食べ応えのあるようにしています。はあ、グルテンフリー嬉しいですね。手軽に健康志向になれるお店ですよ。